お兄さんですか。妹さんの容態が良くない。急いでください。自分一人で生きてるんだね。そうじゃないんだ。マリー、このまま行かないでくれ。大丈夫っすか。動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ大丈夫か。怪我してないの。なあ、全然電波来ねえんだけど。なんだこれ。生きてやがったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。素人か。俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だろうな。なんだ。何か。
喋んな。隠れろ。いいから今は言う通りにしろ。君たちを救おう。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化され、来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。良き終わりはそこにある。選択肢などない。俺に従え。嫌だ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には聞いてもらおう。付き合ってやる。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指しするな。動きがぎこちない。まあいいだろう。Thank you.
何なんだよ力。俺がいなければあいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。したやつに話す必要ないだろ。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやる。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか、どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後に近づけ。それでいい。恐れずにやることが重要だ。お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。いいぞ。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。
奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。何が入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ、こんな時だからな。それも…いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で呼吸をしておけ。嫌な気配がする。なんだ。気をつけろ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。マリー、落ち着け。目に見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されて、まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。
周りに触れるなと言っている。そうか、お前の案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。いやだ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい、KK だ。名前は捨てた。 KK マリオ、頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに。これだよ。マリー、しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。
チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい、居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。なんだこの霧。ここはダメだ、引き返せ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな、危ねえぞ。なんだろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな、片付けろ。エーテル結晶体で補給するんだ。受けるのが無理なら守りを固めろ。
浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。片代か、使えそうだ。ここはもういい。目的地に行くぞ。何に向かって吠えてるんだ？あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。助けてやれ。霧に飲み込まれて霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せる。やばい、戻らなきゃ。するな、死んじまうぞ。これって何？今はいい、先を急げ。あれ、猫？あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てき。片代があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。あったよ。受話器を取れ、俺がつなぐ。
何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置、余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと？なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。いい感じじゃねえか。エドって人はどこかで生きてるのか？その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。コンビニか、何か使えるものがあるかもな。そこの2階だ。あ、懐かしいな。おい、遊んでる場合かよ。へっ。エドって人はどこかで生きてるのか？その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。行くぞ。ここあんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。なんだここ。地図の範囲があいつの結界になっている。前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？
渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん、消された人間は5万か10万、いや、もっとだ。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって…これってあんたの本？うん、ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた、子供の頃から普通じゃなかったのか。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。確かに。お前が代わりにやってくれるか。なんだよこれ。気に入ったか。持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところだ。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。だとマンションごと押し潰す気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。こいつを壊せ。他にもあるはずだ。この階のどこかにさっきの石があるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ、ここはもう大丈夫だ。さっきの石があるはずだ。探すぞ。どこに行けばいいんだ。よく調べる。何かあるはずだ。止まり？いや、上に行けそうだ。
なんだ。近いぞ。周囲こいつが本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった、結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に誰かいる。違う、いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これはさっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。汚れに囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。よく触れるな。普通だろ。近くに何かあるな。何か。いわゆるパワースポットってやつだ。力をもらった気がする。地蔵の恩恵だな。するな、戻れ。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。
天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。でまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。ここ浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になったものも救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。なんだ。稀人の気配がするな。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺い、敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。
してる。どっち？どっちもだ。強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所もわかるはずだ。あ、なんだ。おい、新しい技教えてやろうか。今の状態なら覚えられるはずだぜ。使えるぞ。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集める。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは？悪くない。びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。こんなもんか。
になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。力を使え。見えないものをあぶり出すんだ。工事現場か。何か感じる。調べるぞ。まだまだいそうだな。鳥居があった。上下。強い力を感じる。ここらの霧も晴れたはずだ。陰りへに向かうぞ。
したぜ。駅か。人もいないし、電車も。車の上に乗るほど気がいないよ。ああ、やばい。持ち主の方が怒られるぞ。再開発したって今の東京じゃ意味ねえな。
でるぞ。力をもらった気がする。地蔵の恩恵だな。やばい、戻らなきゃ。長く君たちは肉体に縛られていた。肉体こそが君たちの漆黒なんだ。魂は常に肉体により醜く歪められる。哀れの理不尽にも魂が肉体の道連れとなり、その地位を貶められる必要などない。愚れなき魂たちよ、肉体を捨て。気をつけろ。使えそうだぞ。力を感じる。
気になる場所は力を使って調べてみる。社に何かないか調べておけよ。バチ当たりだな。この神社はね、昔ここにあった沼を埋め立てるだけ。これは俺が調べた事件について書かれた。何かの参考にはなるかもな。お札か。これも使えそうだ。手に入れたお札を試してみる。展望台に行くぞ。あそこならこの辺りを見渡せる。状況もわかるだろう。手っ取り早く外から登っていくぞ。使えるものがないか注意を払え。この辺も変わっちまったな。昔を知らないから何とも言えないよ。ガキとは話が合わねえから困るよ。よく触れるな。普通だろ。
したぜ。いい感じじゃねえか。連れて行かれるぞ。助けなきゃ。びっくりしてんじゃねえよ。分かった。楽じゃねえな。上だな。運がいいだけじゃこうはいかないな。やるじゃねえか。やるしかねえな。
何かあるぞ。それでいい。なかなか、よし、町を調べてみよう。双眼鏡がある。あれで見てみるか。あいつ、さっき見失ったやつだ。地下に降りていったな。そこに奴らの拠点があるのかも。何回も逃がしてたまるかよ。おうぞ。通ったはずだ。向こうか。痕跡が消えた。このまま進むぞ。何かあるはずだ。
こを離れよう。ところばっかりだな。魂は常に肉体に弱い。地下鉄の中を歩いたのは初めてだよ。俺は仕事で何度かあるぜ。国の番犬ってやつか。そっちじゃないな、化け物退治の方だよ。また妙な現象が。歓迎されてんだと思え。もう少しおとなしい歓迎がありがたいよ。ところがあったんだな。誰も気づかなかったのか。ああ、この東京で誰にも知られず地下でうごめいていたんだ。化け物そのものだな。you
ここにあいつがいるのか。だといいがな。待て。何か感じねえか。警備員ってわけか。あいつが近い証拠だ。絞り上げて吐かせる。何の音？化け物がわめいてるんだ。まさか。なんだ、どうした。あいつどこまで行かれてやがるんだ。待って、どういうこと。早くこてろ。おい、なんで攻撃しないんだ。こいつは俺だ。俺の体を操り人形にしてやがった。何？ケーケー、倒せってのか。俺の体だぞ。逃げよう。いや、奪い返す。また忘れてるでしょ。今日お母さんの三回忌だよ。
お父さんの時だって一度も会いに行ってないじゃない。またそうやって逃げるの？逃げてるだけじゃ何も変わらない。違う、僕はただ違うんだ。戻ったのか。KK 引き剥がされた。じゃあなんで僕は生きて。消えてる。全部力も経験も どうすればいい。マリをどう探せば。力がないから正面突破は難しいな。抜けないと。経験なしじゃつらいな。
まだいるのか。なんとか切り抜けなきゃ。外か。あのマンションは北か。なんとか戻ってこれたな。なんだ、誰だ。写真の。ずいぶん仲良くしてたみたいじゃない。あの口の悪い男と。で、助けたいのね。でもできるかしら、そのおもちゃだけで。力が必要でしょ、彼の。でもどこに連れて行かれたかわからない。あなたやっぱり気づいてないのね。彼とのつながりは自分の中にあるってことに。え？これ彼に渡してくれる？大切なものだから。この先に KK がいる。僕らはまだつながっているんだ。僕の中に KK の力がまだあるんだ。
あんたの力が必要だ。遅えんだよ、ノロマナ。助けに来るって分かってたような口ぶりだな。助け？何様のつもりだ。俺の力が必要だから来た、そういうことだろ。それはアジトで女の人から押し付けられた。は？あいつ生きてるのか。いや、死んでまで世話焼きとはな。家族だろ、あんた。助けるために。お前には関係ない。俺とお前は進む方向が同じ、それだけだ。これはしまっておく。で、来るんだろ一緒に。一
人に物を頼む態度じゃねえな。頼んではいない、取引だ。お互い拒否はできない。後悔すんなよ。私たちが共鳴すればこれぐらいできるってことだ。これでいい。マリが取っておけよ。これお父さんとお母さんの。うん、結婚記念日にあげたやつ。ありがとう。大事にするね。私の役に立て。お兄ちゃん。なんだ。始めやがったな。マリ、時間がない、急ぐぞ。あの光、北東の方だな。まずはここを浄化して霧を消すぞ。あの女の人、仲間なんだよね。リンコのことか。さあな、どうとも言えん。どういう意味。仕事仲間だ。仲がいい必要なんてあるか。
だな。ちょっと無鉄砲すぎるか。死ぬ気か？やめろ。やばい、戻らなきゃ。するな、戻れ。
怪我するぞ。離れろ。なんだ？こんなところにありやがった。やりするな、まだ来るぞ。もうちょっと優しくしろよ、怪我してるんだぞ。森林公園だな。何をやってるのか知らないが、急いだ方が良さそうだ。ああ。森林公園は北にある。行けるところまで行ってみようか。
られたか。1万人を超えたぞ。けど喜ぶのは早い。まだ全体の 5% にも満たない。引き続き頑張ってくれ。下に行くにはよし、お食べ。慌てずに食べな。無理だな。奇妙だな。あの電話が鳴っているみたいだな。一匹狼が他人の体の中に収まってるのは大変だろ。え？ああ、ごめんなさい。あなたじゃないわ。あなたの中の彼に言ってるの。リンコか。お互いくたばり損なったみたいだな。相変わらず口が悪いな。でも無事でよかったわ。霧の発生源は戦国センタービルの奥にある。え？ずいぶん親切だな。お世辞はいいわ。急ぎなさい。こっちが拍子抜けするぐらいだ。
親切なのがそんなにおかしいのか。ああ、おかしい。気づかれた。気をつけろ、何かいるぞ。姿を消しているのか。消えた。いや、まだどこかにいる。成長してるじゃねえか。このビルだな。入り口を探すか。インコがいるみたいだな。ダメだ、開かない。いいことを教えてやろうか。意外と空き巣は上の階が多いんだぜ。上か。
まだどこかにいるはずだ。なんだろこれ。やばい、戻らなきゃ。そこから入れそうか。とりあえず下に行くか。ドローカルの新聞社ってとこだな。凛子たちと出会った事件だ。その時に仲間になったの？ああ、俺が適合者だったからな。おそらくお前もお前の妹もだ。これ、凛子さんのことが書いてある。研究者とかだったからな。エドもそうだ。エレベーターは使えないか。開ける方法はないかな。見ろ、コードがどこかに繋がっているぞ。これだな。ここも閉まっているな。コードの先に操作員があるはずだ。あそこに操作盤があるな。おかしな壁だな。
部屋があったのか。使わせてもらうよ。シャッターが開いたようだな。リンコは下の階にいる。行く方法を探そう。本当に霧の発生源があるのかな。リンコは俺と会う前から霧の調査をしていた。あいつなら何か知ってるかもしれない。元の場所に戻ってきちゃったな。無茶言うな。エーテルに適合したからだってのは、他の人間には見えないものが見えるんだ。いわゆる原子ってやつだ。特にエーテルの力が強い場所であれば見てしまうものなんだよ。Thank you.
来たか。どうなっているんですか。あの鳥居はある一定のエーテル濃度で可視化する。この装置はエーテルの濃度を調整して可視化されないようにしているのよ。そうやってこっそりと霧をこの世に送り込んでいる。あなたたちが鳥居を浄化していくのを見て対策したようね。それならそいつをぶっ壊せばいい。そんなことをしたら調整されていたエーテルが一気に放出される。適合者でもただでは済まないぞ。調整しながら止めるしかない。おい、そんな場合じゃなくなったみてえだぞ。まるで待ち構えていたみたいだな。待ち構えていたから当然だろ。その言い方だ。死んでも変わらねえな。喧嘩してる場合じゃない。ケーケー、今はリンコさんを守らなきゃ。バカって敵が食えやがった。気をつけろ。まだ大丈夫、平気よ。敵がいるとなぜ言わなかった。この装置がある限り私たちはここに来ざるを得ない。それなら罠を用意しておけばいい。考えればわかることだ。だからあなたたちを呼んだ。それも考えればわかるって言いたいんだろう。こんなまでは二度とするな。ケケ、先を急がなきゃ。
そうね。気をつけてね。あの、リンコさん、ありがとうございます。こちらこそ、守ってくれてありがとう。大人げないよ。ガキのくせに俺に説教するな。なら、ガキに説教させないでくれよ。ケケ、リンコさんと何があったんだ？あいつのせいで俺たちは失敗したんだ。今さ、顔を出すのも気に食わねえ。これで一歩前進したはずだね。死にかけたんだ。それくらい当然だ。鳥居が見えるようになっているはずだ。探すぞ。